パンツの見切り。このゲームは文字通り女の子のあっを盗むゲームです。もう深い意味ありません。ただやりたいからやるだけ、パンツを見たいからやるだけやっていきます。なんか無駄にかっこいい。あ、白霊神社。これあれだね、俺東方全然知らないんだけど、これは知ってるわ。おいレム、暇だろ。これマリサじゃない？何かして遊ぼうぜ。おお、レムだ。あらマリサ、いいタイミングね。ちょうど今異変が起きたところ。異変だと？何が起きたんだ？私のパンツが消えたの。とんでもねえなこのゲーム。最近暑くて汗をかくから久しぶりにパンツを変えようと思ったの。本当は節水のためにあんまり洗濯物は出したくないんだけど、もう2週間も同じものを履いてるし、いい機会だと思って。これ一部の人間には需要あるやつだね。で、タンスを覗いたらなくなってたってわけ。これを異変と言わず何という。別のところにしまってて忘れてるだけだって。いいえ、誰かが私のパンツを盗んで着用してるに違いないわ。これから全員のパンツをチェックしに行くから、マリサも協力して。勘弁してくれ、パンツなんてどうでもいいだろ。私にノーパンでいろっていうの？1個しか持ってないのパンツ。それ俺びっくりなんだけど。ダメだってんならマリサのパンツを貸してよ。それはいくら霊夢といえど貸すのはちょっと。何？さては私に見せられないほどのエッチでシケベなパンツを持ってるわけね。ダメだ今日の霊夢は狂ってる。出直すとしよう。これ始まり？マジこのゲーム狂ってんじゃん。チェ、釣れないわね。いいわよ、私一人で行くから。もう出会ったやつは片っ端からひんむいてパンツを強奪してやるわ。俺とペアになれば世界を取れそうな気がする。今日は絶好のパンツ日和ね。何言ってんだこいつは。引きこもる月のお姫様。難易度優しめかな、これが一番。えっ、今一瞬ロリが映ってたんだけど。パンツ強奪戦の心得？なんじゃこりゃ。画面の中央に変な生き物の顔が出たら素早く決定キーか左クリックだ。あ、これね。これが出たら左クリック。相手に1回任された場合はプラス1のペナルティがつき、お手つきをした場合もプラス1のペナルティがつく。いずれか条件で合計2に達成するとゲームオーバー。これが心得か。心得た。これ触って洗ったい方やん。女の子に触れずにパンツを取る。なんという早業。俺は貴様の体に触れたのではない、パンツに触れたんだ。あ、ちょっと見せて。今隠してたけど見せて欲しかったんだけど。今うさ耳の女の子、パンツはピンク色と見た。ぬえー、どうなったらこうなるのかわからない。モザイクのかけ方がなんとか10位以下に抑えたい。へえ、14。これギリギリなんじゃないか。もうちょい反射速度早めにしたいな。何かと言わないがでかい。めちゃめちゃタイプかもしれない。へぇ、いやー15か。まあみんなこんな感じなのかな、平均。まあでも取れてるからいっか。次は清楚系のお姉様。安心してくれみんな、俺がひんむいてやる。見たいだろ。いや、そのポーズやめて。お見事、勝利5枚強奪。難易度よ、達成。これで終わりなのか。なんだ、簡単じゃないか。なんで現実世界じゃこうもうまくいかないんだ。今の発言やばいぞ。ちょっと王国に潜む大食い幽霊。難易度普通。幽霊だか知らねえが全部パンツを剥くまで。なんだお前、幻想郷一のバカじゃねえか。チルノだろ、知ってるぜ俺はお前のこと。16、まあまあだね。意外と簡単かもしれない、普通も。集中しろ、パンツを取ることだけ。猫耳女、はい！ 15、 いや、ひっくり返り方これ大丈夫？ちょっと痛そうだけど。15。めちゃめちゃ炭治郎の部屋だこれ。この炭治郎の部屋でやっちゃっていいの？外国人。ああ、はい、こいつはい、ちょっと待て。来いや。ここで負けらんない。おお、早っ！これ、霹靂一閃だろ。全く隠してないし。俺、そういう人好きだよ。いや、めちゃめちゃ君。お前、ちょっと、剣は卑怯じゃない？ただ、パンツ取るだけなのに。なあ！こいつやべえぞ、こいつら！やばい、普通の本気を出してきた、こいつら！ちょっと待ってくれ。いや、ちょっと待って、さすがに剣は卑怯だって。怖いもんだって、こっち。
あもう無理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 。いやこれよくよく見たらパンツめちゃめちゃエロいやんけ。いいねこのゲーム。あ、お手つき消えるんだこれ次のとこ行ったら。次こそは勝つ。あお手つきしちゃった。パンツが欲しいがために。でも男としてやっちゃいけないだろ今の。もうちょいだな。待ち、男は待ちが肝心。いやこいつ、こいつめちゃめちゃ速えの。柱かお前。さては、よし。え、めちゃめちゃエロいやん。その刀俺にくれない？サムネ決定。まだあんのかよ。いいのかそんな憎くって。勝てんのか俺に。こいつもっと速え。やべえ、肉食うスピードも速い。次で勝つ。いや無理やんこれ。え、こいつやべえよマジで。異次元だ。さあ問題のここ、ここは13以下に抑えないといけない。もう来た瞬間集中。一番早い今までのタイムでいいんじゃないか。ここまでノーミス。問題は貴様だ。多分君は10位以下なんじゃない？見せてみろそのパンツの色は何色だ。あはえー、早すぎるこいつ。パンツの称号を持ってやがる。こいつは10位以下じゃないと勝てんよ。いや無理だ、やばいこいつ強すぎる。いくらなんでも。どう？これはやばい、人間超えたんじゃないか？レーオン。いやもう幸福だろこの姿は。この速さだ。この速さを取れば勝てる。貴様のパンツを拝見させていただく。紳士の名にかけて。いや、無理だ。1、2でこれなら無理だ。絶対これ10以下だ。ちょっと待って、集中します。勝ちますこれ。ここで勝ちます。いやもう無理無理だわ、こいつ強え。肉食う速度も速いしパンツ取る速度も速いわ。もうだってもう這いつくばってんもん。もう行き恥じゃんこれ。貴様のパンツを取りに戻ってきた。じゃあはは、雄たけびを上げてしまった野獣先輩勝利。5枚強奪やったぜ。いやめっちゃ拡散やんこれ。大丈夫かなこれ YouTube 的に。あっぱれじゃねえのよ。お見事。次はなんだ。難易度難しい。遊び盛りの幼き吸血鬼。これやってみよう。いやもうできなかったらもうパート2行く。やばい。こいつ寝てやがるぞ。舐めてんな。1、3でいけると。ずっと寝てるやん。取る気ないやん。なんだこれめっちゃ可愛い。ちょっと控えめな子だね。しゃあ、控えめな子だけどこけ方は控えめじゃなかった。これ身が出てんのかな。やっていきます。ちょっとそらしたけど今。何この子、なんか爪長いんだけどめちゃめちゃ。いや早い、さすがに早い。ここまで来るとめちゃめちゃかっこよかった今パンツ取った姿も。ちょっと勝ちます、ガチで勝ちます。はい、まあ1-1で取れるのね。めちゃめちゃ恥じらいやん。いやこれいけるいける。なんだお前、カリスマって書いてある。何ワイン飲んでんのお前。ああ俺喋ってたの。え、俺が1位やったのに。え、これでも勝てないの。なんという世界。これ9秒の世界だな。0.9 の。いや、無理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 。これいけなかったら今日はやめます。もうパンツとかどうでもいい。お前に勝ちたい。ああ！いや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 。強くないこのお姉さん。カリスマを兼ね揃えてやがる。もう山張るしかないな。これは。あ、やべ。